どうも、ハコマニチュア、イスゲです。はい、ということで今回もデジモンワールドネクストオーダーインターナショナルエディション実況プレイしていきたいと思います。ということで皆さん、まあ見ても分かります通り、右の方がセーバードラモンだっけまあ鳥の方ですね。はい。が成熟期で、左の方がブルーメラモン完全体でございます。まあ、今ちょっとうんちマーク出たんですけど、その前にパートナーのヒストリー見ていきましょう。まあ前回がね、確かアグモンでしたよね。それから進化しましてセーバードラモン、性質大気、属性ワクチン、闇色の炎をまとったデジモン、敵に対しては凶暴なまでに反撃を繰り返す気性の荒さで近寄ることすら難しい。まあ、敵に対しては厳しいらしいね。うん、味方には優しいのかな。さあ次、はい、まあその前にですね、前回ソーラーモンからメラモンに進化しました。はい、メラモンはですね、性質火炎、データ全身にグレンの炎をまとった火炎型デジモン、炎のように激しい気性を持っており、触れるもの全てを焼き尽くそうとする。でそこから進化して今の現在のブルーメラモンですね。水質火炎、属性ウイルス、成熟期のメラモンよりもさらに高熱の炎で燃えている火炎型デジモン。うん、まあスーパー燃えすぎてもう青くなっちゃったよみたいな感じですね。はい、まあ、ということで今回もすいません、はい、今回も楽しんでいきたいと思います。その前に出してこいよ、ボーン。あー、すっきりということで行きましょう。今回ちょっとね、森の方に行きたいと思います。さあ行こうか、バディたちよ。さあ今回の目的地はですね、ここからまっすぐ行ったところですね、トイレの奥の、あのエリアに行きたいと思います。はい、ということで誓いの草原、森の小道に着きました。ここでね、あのヌメモンがいるんで仲間にしたいと思います。はい、ここであのヌメモンと、ワムモンを仲間にするまでをちょっとやりましたね。はい、まあ、その後はもう全然やってないんで、まあ初見でございます。まずね、緑のキノコを集めないといけない。確かあと1個ぐらいかな、ある。緑竹多分あるかもしんない。ちょっと話しかけてみましょう。会えてみよう。あるかな。あるある、5個ある、5個ある。お腹空いたんだな、腹減りというやつなんだな。これ由々しき事態なんだな。緑だ弟子だけ5個欲しいんだな。いいよ、ぬめぬめいただきますなんだな。むしゃ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 、もうみなぎてきた。むしゃむしゃ食ったらむしゃぶるいなんだな。お腹いっぱいになったら暴れたくなったんだな。お前と戦うんだな。やんのかこの野郎レベルの差が違いすぎるぜ。ですね、このヌメモンはまあ弱いですあの成熟期、成長期でも勝てます。はい、余裕で。ヌメ極派、あ、お腹パンパンでうまく動けなかったんだな。でも一暴れしたら気持ちも落ち着いたんだな。お詫びに町に行くから許してほしいんだな。はい、迷わないでね。はい、ということで次ワームも行きましょう。この子もね、結構特殊なんですよね。出て出て、OK、困ったな、思いつかないや。僕ね、弱いけど誰かの助けになりたいんだ。でも僕の強みなんてこの糸ぐらい、強度だけは自信があるけど、糸なんて何に使えばいいんだろう。はい、ということでこのワンモンの糸を何に使うかってことで、まあ、命綱
でもまあいいんだけど、切れたらね怖いってことになるんで、釣り糸にします。釣り糸、いいアイディアだね。これなら僕でも作れそうだよ。あ、でも釣り竿に使えそうな棒がないや。ねえ、もう少しだけ手伝ってもらってもいい？いいよ。ほんと？わーい、ありがとう。それじゃあ釣り竿にちょうどいい感じの棒があったら持ってきてね。お願いだよ。はい、ということなんで、釣り竿に必要な棒は、ここにあります。どこだっけ確かね、木から取れるんですよ。これじゃないな。あそこ、あそこ、多分木の近くならいいと思うんだけど。ほら、釣り、釣りの枝、これを渡せば OK ですね。あー、もうパッパパッパ行きましょう。デジタケミッケ、持ってきたよ。ついでにそんな棒持ってきてくれた？持ってきたよ。わっ、ちょうどいいね。よし、この全体に糸をつけてと。釣り竿完成。手伝ってくれてありがとう。お礼にこれは君にあげるよ。ありがとうございます。君の釣りの助けになるといいな。大事に使ってね。気をつけてね。さあ、ちょっと石を採掘します。あ、高いなっちゃった。さあ、全力で行こう。こいつ結構強いからね。よしよしよし、もうちょっと、あと一息、やっちゃえやっちゃえ。オッケー、技覚えたかな。覚えなかったか。あ、頑張ったね。オルトモの戦闘勝利。もう一回戦おう。こいつね、結構いい技持ってるんですよね。炎の技なんですけど、あ、ちょっと待ってやられちゃった。じゃなくて回復ディスク。あの炎の技がね、すっげー強いんですよね。オッケー、覚えたかな。覚えないまあいいや。こっち。こっちだ。メラモンの方にちょっと回復ディスクをあげましょう。もう一枚いっとこうか。よし、じゃあ行きましょう、この先へ。さあ、ここにね、あ、ちょっと待って。この洞窟を抜けるとモッドシップ岬だよ。モッドシップってのは海賊船のことなんだ。海賊が解散したらしいけど、未だ強いデジモンが泳ぐよさ。ってことで、ここじゃないねここだと多分やられる。はい、ということで、ちょっとですね、あの回復ロッピーなくなっちゃったんで、ちょっと自販機見ようか。はい、こんな感じでね、回復ディスクって本当はこんぐらいするんですよね。300するんですけど、あのテントモンだとね60ビットで買えるんですよ。うん、まあ、ということで、買ってきます
どんぐらいかな、20個ぐらいちょっと調達します。はい、ということでフロッピー20個買いました。長かった。でちょっとマップ確認、次どこ行こうかな。サーバー砂漠に行きたいと思います。はい、まあ砂漠ですねサーバー砂漠ノイズストーム。はい、ということで V モンがいますね。あ、ここレベル4いいじゃないですか。いや V モン、あーもんトゲモンの分からずや、必殺技だってかっこよくて強いってのにもうあんなところ戻るもんか。ふん、あれ、え、君人間こんなところになんのよ。あ、初めてなの。視界が悪いね。ここはサーバー砂漠、古いサーバー機器の高熱で草木が枯れて砂漠化しちゃった場所。旧休憩室ことオアシスには自販機やトイレがあるよ。ずっと奥には新型のサーバーのあるタワーもあるみたいだね。ずっと西に行けば大食いの荒野、南に行けばロンリエンザンっていう別エリアとつながってるよ。まあ地下の草原と比べると強いデジモンもいるから気をつけることだね。ウィも仲間になってくれないの。あ、分かった。まあ、V も分かったよ。OKOKOK。はいはい。はい、ということで、とりあえず、地図確認。お、狭い。とりあえず、こっからまっすぐ行けば、あ、なんだこれ。オイリの実。あ、狭いんだね、ここ。あ、ここがオアシス？サーバー砂漠、サーバー墓場。さあ、地図確認。ちょっとレベルを確認しましょうか。あ、ダメ。ここじゃなかったね。はいはい。とりあえずどんぐらい強いのか一回戦ってみたいね。OK、来て。OK、勝負。さあ、全力でいきましょう。初めて戦うデジモンですね。やるぞ。オッケー、全力でいけ。そう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 、いいよいいよいいよ、負けてんぞ。ナイス、敵はガードだ、ガードしてる。オッケー、攻めろ。ミスターよーし、無傷で勝ちましたね。案外いきますね。さあさあさあ、反対側にも行ってみましょうか。聖域回廊、ここはどうなってるんだ。あ、ロンリ火山。はあはあはあ、え、オアシスはどこにあるの。ちょっとよくわかんない。真ん中に何かある。資材か。おー、何体？2体か。
みたいなね。オッケー、じゃあ全力でいきましょう。ハイテンションか。いいよいいよ、オッケーオッケー、電気食らってる。よしよし、いけ。敵はあれだね、なんかガードメインって感じかな。おお、いいぞいいぞいいぞ、勝ってる勝ってる。あ、びっくりした。びっくりした。ちょっと待って。オッケー、ってことはね、多分この先ですね。さっきのなんとか回廊じゃない、サーバー砂漠、あ、サーバー墓場だ。ここで多分当たってると思います。シャーマンを一回戦いましょうか。どんなもんか、逃げてるしあいつら。さあ全力でいきましょう。ハイテンションか。よっしゃ、いけー。よし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 、オッケー、決まった。技を全然覚えませんね。そうだ、スキルでですね、確か、なんだっけな、これラーニング、バトル中の技取得率アップ、これ取っとこう。次の世代につなげるためにはね、しっかりこういうのは取っとかないといけない。一応バトルは避けておこうか。あれなんだろう、バルーン。あ、オアシス。はいはいはい、そういうことか。開いた。サボテン。られるか。どんな草だ？ペンペン草。シャーマンも。あそこがオアシスですね。じゃあこの方とちょっとお話を。ブイモンどこ行ったトゲ。ブイモンは新しい技を覚えたトゲ。でもまだまだ。ん？アラが多く読めない。完成とは読めないトゲ。だからもっと強くなってほしくて、この技はまだまだ未完成だと言ったトゲ。そうしたら急に怒って飛び出していったトゲ。厳しいことを言い過ぎたのかもしれないトゲ。あいつも強くなったけど、まだまだ子供トゲ。心配トゲ。探してこようか。ほんとトゲ、任せていいトゲ。ブイモンのことは頼んだトゲ。絶対連れて帰ってくるトゲ。了解です。さあデジミを確認しましょう。ブイモンは無鉄砲なとこがあるトゲ。もう少し優しくしておけばよかったトゲ。あいつ多分サーバー砂漠のノイズストームにいる。見つけたら連れ帰ってほしいトゲ。よろしく頼むトゲよ。サーバー砂漠のノイズストーム、さっき言ったところだね。戻りましょう。ちょっと待って。ああもう、トゲモンのわからずや。ねえねえ、聞いてよ、トゲモンってばひどいんだよ。俺の必殺技の悪口言うんだ。お前の技は見かわせトゲなんてさ、俺のブイモンヘッドは完璧なのに。なあ、ひどいだろ。未完成じゃ仕方ない。お前も俺のことバカにすんのか。踏んだ。踏んだ。もう話すことなんかないよ、あっち行け。間違えたね。もう一回もう一回。仲直りしたら、俺から謝れっていうの。やだね、絶対やだ。トゲモンが頭下げて謝るまで俺は戻んねえ。一応もう一つ試しましょう。なんだって、あのトゲモンが。トゲモンの話をした。もっと強くなってほしいか。
トゲもそんなこと言ってたんだ。でも喧嘩して飛び出したのは俺だ。そのまま帰るなんてかっこ悪いよ。ちょっとでもいい、強くなって帰りたいな。でもどうすればいいかな。練習相手になってあげるからバトルしよう。ほんとか、お前いいやつだな。なんだかこれってライバルみたいだ。よし、行くぜライバル。お前と戦ってもっと強くなってやる。さあやろうか、ブイモン。2対1だがな、全力で行かせてもらう。さあよく見ていこう。さあ行け、ヒートプレス。ああ圧勝ですね、これ。そこだ。オッケー、終わり。言ってて聞いた。確かにこの技はまだまだ未完成だな。でもお前のおかげで完成させるヒントがつかめたよ。ありがとうな。これでお前と俺はマブダチだ。俺町に戻ってまたトレーニングするよ。トゥーモンにもそう伝えておいてくれ。頼んだよ。イエーイ。さあデジ目確認。お、デジモン探しは順調そうじゃの。お主のおかげで町に集まってきたデジモンからいろいろ情報が聞けそうじゃ。一段落ついたらわしの家に戻ってきてはどうじゃ。はい、ということで一旦ですね、危ない、あのサボテンも危ない。はい、あのサボテンのとこに戻って、そう、話をしてデジモンの家に戻りたいと思います。はい、ということで戻ってきました。トゲモン、もう今どこ行った。トゲ見つかった。トゲありがとう。トゲ、そうか、またトレーニングを始めるって言ってた。トゲね、しかし未熟者とはいえ、あのVモンに勝った。トゲ、君は相当筋がいい。トゲね、ちょっとバトルで、おお、マジか。どうしようかな。ちょっと待ってね。さあ、では、トゲモンと戦いたいと思います。望むところだ。いい返事、トゲ。それじゃ行く、トゲ。ブー。さあ、多分強いですよ、こいつは。そんな感じがする。あ、そうでもなかったかな。レベル5か。そうでもないね。まあ全力でいきましょう。よいしょ。いや強そうだ。おお、よし、いい狙い、やるな。さあどんどん行こう。外した。なんかやばそう。よし、ちょっとセイバードラゴンに回復リスク。ファイヤー、オッケー、決まった。よし、うん、いい動き。トゲ、君たちはかなり強い。トゲ、トレーニングすればもっともっと強くなれる。トゲ、町のトレーニングジムで待ってる。トゲ、おう、やった。これでトレーニングはかどるんじゃないかな。まあ、ということで、ジジモンの家に帰りたいと思います。はい、戻ってきました。おお、お主、いいところに来たな。なんと、お前さん以外にもデジタルワールドに人間がおるらしいぞ。マジですか。お前さんと同じ境遇だとしたら、いきなりこの世界に放り出されて困っておるじゃろう。無限ドラモンの異常発生のこともある。檻を見て迎えに行ってやるといい。そうですね、情報を交換すれば、なぜ人間がデジタルワールドに落ちてきたのか、どうすれば現実世界に帰ることができるのか、いろいろと謎が解けるかもしれぬ。目撃情報があったのは視界の草原の南じゃ。気をつけてな。もう視界の草原の南、どんな人がいるんだろう。ワクワクするね。デジモンの呼び出し。嬉しいな。
さあ、ブイモンが帰ってきた。建築屋をやってくれる。建物をグレードアップしてくれる。おお。ドケモンがフロンティアに戻ってきた。トレーニング場に昼現れるそうじゃ。何か手伝ってくれるらしいの。ほう。さあ、デジミを確認。あ、第二発電所にいるんですね。まあまあまあ、とりあえずアイテムもらって、オートパイロット嬉しいね。で、あとお肉忘れずに忘れずに、ありがとう。はい、ということで今回はね、なかなか進みました。まあそれもね、ブルーメラモとセイバードラモンがね進化して、もう鍛えてたんでね、動画外で。はい、まあ、今回もね、どんどん鍛えていきますんで、まあ次回まではちょっとこのメンバーで多分行くと思います。はい、まあお亡くなりにならなければね。はい、ということでご視聴ありがとうございました。もしこの動画が良ければいいねボタン、悪ければバッドボタン、それからチャンネル登録、ツイッターフォローとよろしくお願いいたします。ではまた次のこの世界でお会いしましょう。 See you again! バイバイ。